こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございま す。さあ今日もダイエット企画ちょっとその前に4月30日まで体重発表待ってくださいと申し上げました。5月になってしまいました、はい、申し訳ございません。申し訳ございません。連休中、ね、もしくは連休明けぐらい、うん、もう、ね、もう包み隠さず、そうです、夫ちゃん体重測定したいと思っております。はい、どうですか気分は。数キロは痩せてんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとはっきり分かりません。本当に測ってないんで、ま、本当に測当日測りたいんですよ、私自身も。でもしもうドキドキする。そう、もしあの痩せてなかったらごめんなさいって今のうち会いのって思ってちょっと本当にちょっとどうなんだろうなっていう。いやーでもまあね、ちょっとね飲み食いはしてますよ。飲み食いしてますね、うん、運動はやってね、心がけてます、はい、やってました。でもそんな長い運動じゃないんですよね、うん、まあ、それも今度は次回、まあ、まあちょっと次回ということで、ね、まあね、あの4月30日を楽しみに待っていってくださった方がいるかどうか分かりませんが、私は楽しみにしてたんだけど気づいたらね5月になっちゃってたのでね、本当にすいません。すいません。次回以降お楽しみにしていただければと思っております。お父ちゃんはやっぱおやつが大好きなんです。あ、そうですね。そのためにいつも作っている我が家の定番のおやつを作りたいと思います。はい、こちらです。どうぞ。はい、オートミールクッキーを作ります。はい、食物繊維が玄米の 3.5倍、うん、白米の20倍含まれていると言われています。すごい、すごいでしょ。すごいですね。でオートミールって穀物だから、うんうん、炭水化物自体はやや控えめっていう感じを、イメージとしては糖質はあるってことですね。そうです。今言ったように食物繊維が豊富なので、うん、炭水化物引く食物繊維イコール糖質っていう計算になるんですね、うん、食物繊維がしっかり入ったものを食べることによって糖質量を減らすことができる、はい、より健康的にもなる、腸にもいいでしょ、うん、そうですね。なのでね、オートミール今流行ってるわけですね。うん、満腹度もあるよね。そうです、やっぱ結構膨れるのでね、腹持ちがいいんですよね。はい、ということでね、材料を見ていただきましょう。はい、オートミール 100g、成分無調整の豆乳、きび砂糖 10g 入れなくても OK です。黒糖とかね、うん、まあ普通のお砂糖、白砂糖でもいいし、蜂蜜などに変えていただいてもいいです。はい、で、米の油を今日は大さじ1使用しますが、好きな油、はい、オイルを使ってください。うん、で、塩一つまみ、はい、ドライフルーツ、ナッツ類などお好みで 60g。60g と書いていますけれども、うん、まあお好みで、うん、たくさん、まあ、入れすぎるとこう切りづらくなりますけど、うん、まあ、多少前後しても問題はありません。入れなくてもできるぐらい。あと黒ごまとかもね、おすすめです。ただ黒ごまだけを 60g 入れるともう真っ黒けっけになりますから、まあその辺は調節して、うん、あの今日お伝えしたいことはオートミールクッキーのベースの生地の作り方を覚えていただければいろいろアレンジできるよっていうことをしっかり見てください。これあのオートミールと豆乳の量が同量っていうのがすごく分かりやすいですね。気づいちゃった、うん、なので100って決めなくてもできるってことじゃない。そっか、60と60とかね。そうそうそう、なんかもう残っているもの、オートミールちょっと残ったよとか、うん、まあ、気軽に豆乳もね、牛乳に変えたり、できるんですね、あと水でもできますから。あ、まあ、それはすごい、はい、なので水分とオートミールをね、うん、同量と思えればすぐできちゃう。作りやすいですね、うん。で、作り方の流れは、はい、もう混ぜて伸ばして焼く、うん、この混ぜて伸ばしての間にポイントがあります、はい、で痩せポイント、まあ、先ほど言ったように、うん、食物繊維たっぷりで糖質が控えめ、小麦粉、不塩、おお、はい、わかりましたということになります。では早速作っていきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。どうぞ。作ります。もう今回は混ぜるだけですからね、うん、おー、それはすごい。もうボウルの中に材料を、まずオートミール以外の材料を入れます、はい、豆乳を投入しましたここでダジャレ油も入れます、はい、きび砂糖、はい、塩ひとつまみ、はい、混ぜる、うん、混ぜるだけ。お砂糖が溶けるかなっていうぐらいです、うん、はい、
そしてこの中にオートミールを入れます、はい、今回使ってるオートミールはよくスーパーで見かけるこの簡単なインスタントタイプ細かく簡単調理と書いてあるタイプのものを使っています、はい、まあ、スーパー行くと大体なんかこれかなって感じなんでね、いろいろね、あのタイプがありますので確認してください、はいはい、でこの中に入れます、はい、じゃーん、混ぜます、はい、オートミールがねだんだんこう豆乳を吸っていきますよ。まだシャバシャバした感じわかりますか、あーでもなんか香りがね香ばしくていいですよ ね、うん、すね。で、ある程度ボウルの底に豆乳が残ってないぐらい、はい、わかるかな、うん、もう全部吸っちゃいましたね、同じね量入ったからね、うん、そしたらここでもうナッツとドライフルーツを、ナッツ刻んだ、ナッツと刻んだドライフルーツ、はい、今回我が家にあるラム酒漬けをね、ちょっと使っていますけど、お好みでどうぞ入れちゃいます。ラム酒につけてなくても大丈夫、そうですそうです、はい、たっぷり、これね今日30、30ありました、だから合わせて 60g 混ぜます。これだけ食べてもいいのよああそうか、そうそうそう、なんかこういうふうによくオートミールってあの牛乳かけて食べたりするでしょ、コーンフレークみたいに、確かにこれでも美味しいんですけど、今日はクッキーにしたいので、ここから一回混ぜた後に電子レンジにかけたいと思います、はい、まあ、こんな感じ、まだほら、まだほろほろ、ね、これを伸ばしてクッキーにはなんかできない感じでしょ、できない感じですね、でこれでこう電子レンジにかけてふやかすというかね、うん、滑らかにしていきます。なので一回まとめていただいて、はい、ラップをしてだいたい1分半から2分間レンジにかけたいと思います、はい、あ、こうやって平らに、そう、はい、2分間かけましたね、はい、じゃあちょっと様子を見てみたいと思います、はい、どうですか、ちょっと見てみるよ、おだいぶ固くなりましたね、固くなって、ね、ちょっと見てください、オートミールが膨れた感じ、わかりますかね、これでちょっと押さえるようにして見てください。でやっぱ容器とか電子レンジの癖によっても違うので、目安としてはこうやってゴムベラでね結構しっかり押すような感じ、はい、こうやってグイグイっと押して温かいうちに押すことが大事です。そうするとつながった感じになってきます。でプリンプリンとするような感じ、わかる意味、プリンプリン物語的な感じですねこれね、なかなかね知ってる方も、前も一回登場しましたね、これね、ちょっとでこうやって押すような感じです、こう、はい、ほら色も変わってきたか、最初白っぽかったのにこう、うんうん、ねっとりとしてきて茶色っぽくなります。ありましたね、こうやって押さえる、うん、じゃあ最後の押さえた感じを見て、こんな感じ、なんかお味噌みたいな、うん、確かに、で、まだポロポロした感じ、押さえても粘り気が出ないような感じ、うん、だったら電子レンジに30秒ぐらいまたさらにかけて粘り気のある生地、この状態になるまでってことですね。そう、ちょっとこう、わかるかな、こう手で持ってみると、あ、すごい、あ、暖房的な感じ、ちょっと熱いけどこういうムチッとした感じ、あ、ムチッとしてますね、わかりますかね、うん、これ熱いうちにね、押さえることがポイントです、はい、でポイントその2、熱いうちに伸ばしていきます。おー、ポリ袋などに入れます、うん、これだけで美味しそう、熱いうちっていうか温かいうちね、やけどしない程度にしてください。はい、はい、でここで綿棒を使ってさらに伸ばしていきます。伸ばし方としてはちょっとある程度こう伸ばしたいような大きさに大きさを作って伸ばすと生地が伸びやすいですね、うん、もうちょっとかな、最初にね空気を抜いて、そうすると角に向かって結構オートミールくっつけたいので綿棒をこう押さえるような感じでまずグリグリとやってください、うん、でちょっと足りないなと思ったらここの折り曲げてるところをちょっとゆとりを持たせてくださいね、うん、
で、まあ、ナッツをね潰しやすいようにしながらこう広げていきます。結構根気よくつなげてくださいね。オートミールをこうグイグイとやって、うーん、こうやってこうやってくっちゃ何度か折りたたむといいかもしれないです。ちょっとこのポロポロ加減にね、こう一回ここで、うん、あー香りがいい。ここでクッキー生地を作るというイメージです。あー本当にいい香り。一回折り曲げます。もうちょっとつなげたいので、つなぎが悪いなと思ったら一回こう中でまた折り曲げて、また形をこうやってやるみたいな感じで、あの後で包丁で切ってクッキーの形にできるよっていうところまでつなげてください。ほらもうプリンプリンとしています。よいしょ、ほらだんだんつながってきた感じわかりますか。そうですね、もうこれで包丁で切れそうっていう感じ、うん、ちょっとじゃあ近くで厚みは、ああ、まあ、好みですね。お好みね、はい、伸ばしてください。これを切ってもうトースターで焼いていきます。はい、ポリ袋をね開きますよ、はい、うん、なんかこのシーン見たことないですか。55分で焼きたてパン、ああ確かにポリ袋大活躍ですね、うん、もうこれだとね汚れないテーブルが、ほら綺麗に伸びてます。はい、じゃあどうしよう、スティック状に切ようかな今日はね、はい、こう真ん中をまず切って、うん、こういう感じ1センチ幅ぐらい、はい、切っていきます。美味しそうな音がしますね。香ばしいね、うん、ちょっと細めにしよう、うん、たくさん食べられるようにね。あ、そうですね。これね焼かなくてもね食べられる。あ、そっか、小麦じゃないからね。そう、あのもうオートミールそのままね食べられるから。ヌガーみたいな感じでね、それはそれで美味しいんですか。ちょっと食べてみる。焼いたものしか食べたことないから。あ、そうね、フルーツも入ってるし、うん、あの香ばしいナッツも入ってるからね。フライパンで焼いてもいいと思います。今日はトースターで焼くんですけど、オーブンとかトースターで焼くとクッキーっぽくなるんだけど、食べてみる、うん、ちょっとこれフライパンで焼くとき油いらないんですか。油いらないかも。ちょっと一口だけ、一口だけこの香ばしいとこ食べて、私も食べてみる。味見してみます。あら、おいしい、うん、おいしい、うん、これほら丸めてさ、うん、ココアとかまぶしたらエナジーボールになりますね、うんうんうん、今日はトースターで焼きたいと思います。はい、敷いてね、うん、この油なしでつかない魚焼きのホイルで焼くとつかなくていいの。並べてちょっと一度に焼けそうにないので2回に分けて焼きます。はい、180度で10分ぐらいまず焼いていきたいと思います、はい、様子見ながらね、はい、焼いていきますよ。はい、じゃあとりあえず10分かけてきます。はい、じゃーん、お、いい感じです。だいたいこういう焼き色がついて香ばしくなったら完成です。だいたいこのアラジン、うちのトースターで15分ぐらい焼きました、はい、皆さんあの目でねチェックしてみてください。お家によって違うからね、はい、網などに乗せて冷ましてください。冷ますとまたカリッとパリッとしてきます。このまま冷ましてください。そうするとパリッとポキッとしてきますよ、うんはい、じゃあ冷ましたら食べましょうか。あ、わかりました。はい、はい、味見していきます。うーん、ポリポリパリパリ、うんうんうん、何本できたかな、すごいね、うん、これのあともう倍もありますからね。そうそうそう、半分、今これ半分焼いた感じで。わかるかな、この、うん、いい、これうますぎて止まんないね。これ止まんないのがね、難点の断面、難点の断面、本当にうまい。ほらわかる、香ばしい、うん、で、歯ごたえがあるから、うん、しっかりよく噛むじゃない、うんうんうん、それもまた、うん、ダメよ、早食いはね、お父さん、はい、今ゆっくり食べる練習してます。練習してるのね、うん、もう1秒でご飯飲み込んじゃうから、うん、って
大げさだ。いいわけないでしょ、一秒で。びっくりするもんね。うん、まあ、ゆっくりだ。上品に見えるよ、やっぱりゆっくり食べるとさ。あ、イチジクのプチプチ、イチジクと今回サルタナと普通のレーズンとアプリコットちょっとミックスしたの入ってすごいいいですね。あ、今2本食べてまた食べたくなる。もう本当に美味しい。もう本当にうまい。どうしたんですか、リスみたいな。香ばしいよって伝えたかった。あ、止まんない。うまい、うん、やばい。もうここで葛藤が生まれるんですよね。うん、あ、食べたい。忙しい朝とかいいんですよ、これ皆さん、うん、栄養も豊富だから、うん、とってもいい。うん、ね、ドライフルーツ甘いから糖質が気になると思うんですけど、うん、ドライフルーツもミネラルたっぷり入ってるから、お砂糖を増やすんだったらドライフルーツの方がいい。でももうそれでも気になるわっていう方はナッツだけとか、うん、もう入れないもあり。うん、豆乳とか牛乳を水にする、うん、もういろんなものをそぎ落としてオートミールだけのクッキーにするっていうのも一つの方法というわけで、うん、今日はオートミールクッキーをお届けしました。はい、簡単でしたね。簡単ですね。私でも作れそうです。そう、ダイエット中だけのおやつということじゃなくて本当に美味しいから、うん、まあ、育ち盛りのお子様とか栄養たっぷりだもんね。普通にもクッキーとして、うん、食べたいよっていう方もいろんな方に作っていただきたい、うん、栄養豊富なおやつってすごく嬉しいことですよね、うん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 、なので、ね、うん、ぜひね、いろんなバリエーションを試してみてください。はい、というわけで阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。それではまた次回は体重測定はゆっくりと、あ、わかんないね。でもわかりませんごめんなさい。でもあのほら料理教室が間に入るので、あ、そうそう、ゴールデンウィークね。そう、料理教室の様子をご紹介するかもしれません。なので、はい、ちょっと次回になるかどうかわからないですけど、必ずやります。セキララにお父ちゃんの体重を、はい、やります。でも痩せた、本当に痩せたかも。あら、どうですか、顔がシュッとしたんじゃない。黒色だから、これが、うん、それもある。はい、じゃあまた作ってね。ネクスタイムチャンネル登録お願いします。